ただいま11時でございます。気温20度であります。湿度は高いですね。水温 21.0、ちゃんと餌食べるか確認してみましょう。まずここから餌食べております。おいおい、はい、問題なし。こちらはよし、あれ白い子1匹またどっかへ隠れてるんだな。ちょっと確認しましょう後でね。さあ白い子この辺に隠れてるかな。お、隠れてます。お、やはり隠れてます。あれ白い子なんでこんなに隠れるようになっちゃったんだろうな。不思議ですね。赤い子おいで、来ないか。赤い子ちょっと餌食い悪いかね。こちら隠れております。おい餌、はい、あげるだけ。こちらの若い子はいつもすごいですね。よし、いっぱいあげるな。こちらもよし。今年生まれた一番大きい子、まだちゃんとみんな餌食べますね。大丈夫だ。こちらもよいしょ、大丈夫ですね。よし、今のうちにちゃんと餌食べて体力つけてくんだぞ。よいしょよいしょ、すごいっすね。ちゃんと食べる、たくさん食べる。よいしょ、こちらの子結構大きくなりましたね。もう今日から大きい子の餌あげようかな。どうだ、食べるかな。大きい子の餌、一番ちっちゃい子食べに来いよ。まあ念のため細かい餌もあげていきましょう。餌だぞ、ちっちゃい子これで食べろよ。大きくなれよ、君たち大きくならないとダメだぞ。こちらの子も君たち小さいんだからいっぱい食べなきゃダメだよ。ちゃんと食べろよ。しかし赤い子から生まれたのに、なんか赤い子少ないな、ここね。不思議だね。だるまちゃん、だるまちゃん、だるまちゃん、どうぞ。だるまさんたちは小さい餌いっぱいね。こちらもだるまちゃん、ちゃんと食べてね。お、
ちゃんと食べて大きくなるんだよ。必要以上にあげちゃいます。残すなよ。こちらもちっちゃい子、ちっちゃい餌。こちらは大きいので大きい餌あげましょうね。はい、ちゃんと食べるんだぞ。数が上がってこないな。遠慮してるのか。よし、次はこの子たち。ちゃんと食べるね。ここ一番大きくなってほしいところ。よいしょ。食べに来いよ、食べに来いよ。大きい餌はやはりまずいか。ここはよし、ちっちゃい子の餌ちゃんと食べろよ。大きい子、食べろ食べろ、いっぱい食べろ。体力つけろよ。よし、すごい、いっぱいあげるぞ、いっぱいあげるぞ。食べるんだぞ、いっぱい食べるんだぞ。こちら、こちらも大きい子の餌をまずは少々。そしてちっちゃい餌をいっぱい。ちゃんと食べるんだぞ、ちゃんと食べるんだぞ。大きくなれよ、大きくなれ、大きくなれ。ちなみに今のこの水温 20.3 度であります。もう食べちゃった。よしよし、もっとあげる、もっとあげる。よっしゃ、はい、あげるぞ。ここいっぱいだ。あげるあげる、いっぱい食べろよ、いっぱい食べろ、いっぱい食べろ。もう時間がないぞ。ここもすごいんであります。よし、いっぱい食べろ。よし、いっぱい食べろ、いっぱい食べろ。こっちもいっぱい食べろ、いっぱい食べろ、いっぱい食べろ。この子たち大きいもんな。食べるんだぞ、食べるんだぞ。しっかり食べるんだぞ。よっしゃ、次向こう。すごいんですね、持ってき方がね。あげるよ、あげるよ。こっちもいっぱい寄ってきております。よし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 、この子たちもこっち行きます。ここちっちゃい子が多いからな。ここ選別済んでないんだね、まだ。ここ。よし。
やっぱり ちっちゃい子用の餌あげないとダメだな。ちっちゃい子いっぱいいるもんな。ここはちっちゃい子から大きい子までいるのでちゃんと分けないとダメですな。こちらもね、いっぱい食べろ、いっぱい食べろ。よし、ここも大きい子の餌。よし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 、オッケー。こちらもよし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 、いっぱい食べろよ。3色ラメ、3色ラメのちっちゃい子。こちらはちっちゃい餌あげないとダメだな。いっぱい食べてちょ、いっぱい食べてちょうだい。オロチくんはいつも下に沈んでますね。小川ブラック、大きい子用の餌とちっちゃい子用の餌をあげます。小川ブラック、早く大きくなれ。こちらも小川ブラック、いっぱい食べろよ、いっぱい食べろよ。この2匹大きな子は親の方に入れてあげようかな。そしてこちらがオロチ、まだ小さい子が多いですね。こちらがオロチから生まれた黒くない子でございます。さあ、黒ブチちゃん、黒ブチちゃんたら黒ブチちゃん。さあ、おかわブラック、よし、ヨーキヒちゃんたらヨーキヒちゃん。三色ラメ、よいしょ。みゆきちゃん、もう餌を取りに来ております。よいしょ。こちら沈んでおります、沈んでおります。よいしょ。ちょっとちっちゃいけど大きい子用の餌あげちゃおう。こちらも、こちらはちっちゃい子用の餌ですな。ちょっと後で。さあ、みゆきちゃん、みゆきちゃん。さあ、朝、あ、みゆきちゃん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 。よし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 、いっぱい食べるんだぞ、いっぱい食べるんだぞ。よし、早く口先まで光が伸びるね。こちら、よしよしよし。ちょっとこの色の違う子を分けてあげないとダメだな。よっしゃ、よし、この子たちだけ大きい子用の餌。ここもよいしょ、一応このどっかな。こちらはちっちゃい子用の餌をたんまりあげます。よし、はい、食べろよ、食べろよ。あとはここの小さい子です。さあ、オロチくん、食べろ食べろ。手作り悪いかい、みゆきちゃん。よし、この中には
張り子を生まれておりました。張り子を生まれておりました。やはり張り子ちゃん、張り子ちゃん生まれておりました。よかったよかったよかったね。よし、こちらはちっちゃい子用の餌ですな。こっちの張り子よりも生まれたばかりの張り子の方が大きい感じ。不思議ですね。本当にね、個体差ですな。一匹だけかな。ここリセットしてやると赤虫いっぱい取れますね。明日にでも赤虫採集いたしましょう。小さい子もやっぱりいます。ちっちゃい子、こんなちっちゃい子、こんなちっちゃい子、すごい。さあ、こちらがラストでございます。藤庵さん家の光体系オロチに先日リセットしたうちの子のオロチ、一匹また新たにこれから生まれる、そんな気配がいたします。冬対策まだ早いけど、発泡スチロールのカバーだけ買ってくるか。そして波取ったんだな。よし、出発しよう。ジャンプタライ買いました。1864円の2050円、80、1410円の1551円、養生プラタン199円の218円、428円。とりあえず全部買うか1万円するか。180の長いものがこんなに簡単に入るので、この車買った意味がありましたね。よっしゃ、下ろしましょう。ダメだ。あれ ?180 でいいと思ったんやけどな。まあこんなとこか。